はい、というわけで、今日は皆さんにまずは事前テストをもらいましょう。こいつ強そうな先行だな、ね、うん、じゃあ配っていきます。やめろあれ、これこれ後ろに、先生2枚来たんですけど、隣に渡せ。ああ、これ裏返し、ダメだよ、裏返しですか。あ、じゃあとりあえず裏返し、逆やろ、こっちやろ。それではまず航空号あ、違うわ。ん？あー、はいはいはい、先生、これ名前って本名ですか？あ、やべえ、うわ、違う、これ、あ、いや、合ってる気がする。もうこれが問題なのかと思ったわ。なんだこれ。あ、待って、あ、はい、あ、結果発表。はい、というわけで、まあ、事前確認テストの通りさせてもらったんですが、簡単、まあ笑わせてもらいましたね。なので、まあでも良かったのもあるので、ちょっと一教科ずつ発表していきたいと思います。はい、まず、国語、浩平、よくできました。えぇ、マジマジか、リモートまで帰ってやった。え、すごい、マジ間違ってると思ってた。国語ってなんだっけ。国語は漢字ね、あの、答え書いていきますよ。お、カッコ1、カッコ1は余裕です。はい、うん、桜ですね。はい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 。あー、あー、惜しかった。え、どこで間違えたの。惜しいでしょ。ここは間違えやん。桜なんて、これ桜、完全に惜しかったね。スラッシュなんか、桜まで、スラッシュ、スラッシュなんかで、完全にスラッシュ入るから称賛されてないよね。引かわきれ、引きでしょ。そこまでやってる。そうだね、はいはいはい、そうね。え、待って、これかけた天才さん、かけた。え、俺もかけてる。え、これ衣なの。はいはい、衣した、衣です。じゃないか、珍回答言ってみましょう。珍回答あるね。シャルシさんの回答。桜。え？ここまで合ってます。ほら、惜しいじゃん。ね？ほら。それはない。それはやばい。なんだこれ。待って、国内？やばい。初めてでしょ。クソじゃん。カッコ2、爆裂。え、やばいね。お、ほら。ほらほらほら、いや次は列よ。いや、バクもあってるやん。水作ってるやん。なんかこの上にこれがくっついてるで、なんかこんなね。あー、で、なんもね、かつや惜しいじゃん。いや、まさか列ですよ。バク列の列、列やばいな。まず人弁。そもそも間違えてるでしょ。によ書いて、なんか心が…造語じゃん。最後にめっちゃ遠くから見たらパクレッツって見えない。見えないでしょ、これ。マジ。なんか逆にこの大学のこの読み方を答えろみたいな。逆に問題になってる。難しい。見たことない。数学。お、はい。あ、もうこれ導き出したから、これ導けるもん。お前ら大丈夫か。はい、俺マジ大丈夫か。いや、マジで分かんなかった。いや、でもちょっと時間あと30秒あったら確実な成長だった。いや、俺絶対練習率に関して結構自信満々だよ。いや、ボロボロだよ。ひどいです。いきましょう。まずですね、答えから、学校1、演習ですね。本当の答え言ってた。これ求め方から言う。半径 9cm の円の演習、うん、
練習の公式は、直径×π ですね。でしょ？あもしくはもしくは 3.14 なのでやっぱそう、半径 9cm ってことは直径 18cm。 直径×π 18？ だから持ってる。おい18。ああ惜しい。何やそれ π。 どっから出てきたんだよお前。はい、3.14159237895。行くぞ。カットに。教師に見捨てられてるやん。これは X の角度を求めなさい。これ三角形の角度、全部足すと何度になるか知ってるぞ。はい、はい、180度。正解。そうだよね。ね。なので、そうだと思ったんだけどな。三角形がさ、こうなってて、ここの角度じゃん。うん。あ、そこか。そう。で、ここ。ああ、そういうことね。ここが出るから、ここが出る。ああ。なので、時間を使ったんだよね。それ分かったもん。普通に。答えは、106度だね。お、これ？あ、106度。これ行ったんじゃない？これ。ほら、ほら、だから俺76度入っちゃった。これ行ったと思う。目分量で測った俺。90度なの。いや、目分量でいけるの。そんな能力あるの？マジ結構いってると思う俺。いや、わあ。やべ。いや、ボロボロっすね。数学は。だって面白いのは行こうか。分かるんだよ。時間があれば。うんこだな。サク。サク。惜しいね。ちょっと。なんかまず謎のサインコサインタンジェントっていうメモがあってで、しかもあの74度がない、まず74。まあなぜかというと、はい、出せたんよ74。どっから来た。しかもさくの回答を見ますと、すごいすごいすごい、禁止だ禁止だ。さっきの謎の図形がありまして、あのこうなってるの問題が、なんかこう縦線引かって、あるとこうなって、家作るんか、家でも作るんか、こうなって、で、あのここがなんか46度らしいって、無駄なことつくんだよ、無駄な角度求めるんだよ、ここが100度らしい、な、で、引いたのか。ここがね、28度。まあ、出せるね、確かに。で、そうなのよ、ここも出るんだけど、74。まあ、時間惜しかったんだよね。それ分かったもん、普通に。分かるんだよ、時間があれば。あと30秒あったら、確率が成長率に。次行こう。次も癖強いよ。山倉シャルさん。はい、まあまあまあや。またかいな。カッコ1、演習。360度。あっち。温度。温度。カッコ2。温度。これ。熱々。カッコ2。熱すぎだろ。そうね。104度、沸騰。あーでも目分量、ただ惜しい、目分量惜しいじゃん、目分量。すごいね、これすごいじゃん。だって90よりは行ってたんよ。うん、90よりね。でも多分そんな切り良くないなみたいな、110、うん、で、ね、でなんか俺足したんよ、なんか端数を、で、合わせて6度くらいだったらまあ4かなみたいな気持ちで。よし、というわけで、次行きましょう。リカ、はい、ね、シュンさん、ユウさん、全問正解。じゃあ、すごい、すごい、すごいね。カッコ1、肋骨に囲まれた場所にあり、肺の呼吸運動を助ける働きをする筋肉性の膜を何と言うでしょう。膜って言っちゃってるからね。それはそれはこれはね、もうない、それしかない。俺らは
誰も当たってるな。当たってるね。でも正解だな。ほら。お。そうなんじゃないよ。ありがとうございます。俺あの。当たってんだから。ね。うん。散々言うやつよこれ。あーそれがあるのか。大角膜。ちなみに感情かけなかったよ。これは。同じくらい。これがあるのか。大角膜か。大角はもう開かない。あー。これ全然分かんなかった。感じがお前なんめっちゃ書いてあるね。そうだよ、合格枠上げてって言われてるでしょ。はい、ピンクのやつじゃないんだ。大胸筋とかきっちり考えちゃった。マスクやってるやろ。マスクあるでしょうかって書いてあったよね。じゃあカッコ2これね、化け物語ですよこれ。そうですよね。そうっすよ、化け物語。見たことない。じゃあ、そこで覚えてる。歌いますか。あれあれがデネブアルタイルベガ。それイエス。デネブアルタイルベガ。そう、それでデネブアルタイルベガ。何のデネブ。あれがデネブアルタイルベガ。あーそれデネブベガ。違う、そこで歌ってないでしょ。そこで歌ってない。アルタイル。そういう感じなら、なんかなんとか星星じゃないんだ。まあこういう、こういう星の名前、星があったよ、みんな。金星とか星とか書いた。そういうわけじゃないけど。なんとかスター星かと思って。というわけで、じゃあ面白いのは行ってきますね。はい、ハルさん。ハルさん、カッコ1、横隔膜が回答なんですが、パワー膜。だって筋肉質って書いてあるから、もうそれじゃあサポートするね。パワーマルって筋肉質やし、パワーマルでいいやん。俺みたいな人はもう筋肉なんだよ。次カッコ2のね、夏の大三角形を表現する星の名前。ハウはね、丁寧にあの点3つ書いてくれてんだよね。夏の大三角形そういう感じでしょ。ね、まずハウさんね、サマースター。安直やね。安直。ね、サマースター。夏の大三角形だから。なるほどね。まあ夏から連想してね。サマースターっていうのは。あるかもしれない。で多分次も夏から連想したんだろうね。サザンスター。サザンスター。オールスター。確かに夏っぽい。いいじゃん。で最後多分ここで力尽きたんでしょう。ふっ。もう無理だ。もう無理だ。もうふっ。さから始まるスターはもうないと思った。さから始めないとダメだ。ふっ。ふっ。おもろすぎるね。はい、それでは社会行ってみましょう。シャルフさん、はい、デモ正解です。すごい、おめでとうございます。さすがじゃん。まあ、なんでかというとですね、これ正解しなきゃいけないんですよ。カッコ1、次の国旗が示す国名を答えよ。学生時代は社会が一番苦手でしたね。どうだったの俺は。あ、ずるだろ。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 それは赤色が、赤色があれなんだよ。てかまず色付きじゃないのがおかしいな。色付いてるよ。緑ですね。緑だよ。緑です。赤がトルコなの。そう、トルコって答えてた人も多いですね。いや、トルコだ。トルコだった。あー、トルコ赤だろ。カッコ2ですね。これ今わかった。ジローの方。違う。いや、そうだよね。そうだよね。うん、もうわかる。今わかった。名前が誰？あ、コマだった。コマだった。一郎か。いや、誰？新一郎って書いてあった。マジで誰この人？一緒だもん。そう。好き。こっち。大体さ、新一か。大体さ、何々さんっていう時に小泉さんしか言わないから。絶対違う。いや、小泉さんは分かるよ、当たり前。いい。ああ、そうか、良いか。でも下の名前であんまり読むことないで、こっちか。はいはい。そのローカって小泉進次郎さん。新海とゆうや。俺
ちゃんと書いてる慎太郎って。お父さんですねそれ。それお父さん世代の方ですね。世代の方。世代の方です。慎太郎さんはあの元総理大臣の小泉さんです。純一郎みたいな感じなのか。え？あ。慎太郎さんお兄さんでしたね。純一郎さんがと政治見てないんですよね。ダメなんだ。言われてるよ。僕のミスは全部カットで。純一郎さんがお父さん。そうだね、でお兄さんが慎太郎さんで、あこの方は慎二郎さんです。そうですね。まあゆうやさん小泉慎太郎さんでちょんなってるんですけど、その下にですね、まあ一回キャンセルしたんだと思うんですけど、同じこと言う人。これを名前分かんなかったの。決して同じこと言うやん。語録がね。あるから。You got me going crazy ですよ、はい、いやこれ意味分かってて歌ってほしいね。過去一番、はい、全滅。マジか。これフィーリングでしょうよね、うん、誰がどうやって。あ、瞬間惜しかったね。惜しかったですか。はい、このガットはガットに私に何させるっていう意味なんですよ。おー。で、Going crazy なんで、狂う、Going crazy 狂う。あ、私を狂わせてくれみたいな。そういうことです。ああ、わかるよ。知らねえよ。あなたは、言うね。そうやったよ。これは、言うわかる。言うはわかる。私を。ああ、はい、もう、こっちなんだ。結論分かれちゃったよ。くる、あ、せ、た、たなの。た、あ、たなの。ゲットがガットだから。そうです。あ、そういうことなんだ。た、そういう意味なんですよ、エブリデイの。あ、でも、なるほど、まあ、ね、旬がめっちゃ惜しかったんだよね。あなたは私を狂わせる的な回数。的な、本当に的なって書くやつ。カッコ2からいくよ。ゆうやは世界一のラッパーだ。あー、これね。ね、いや、これも、ね、伝わればいいから別に。え、そうだよね、伝わればいい。まあ、これ答え何通りもあるんで。はい、そうだね。うん、スラスラベスト、ベスト、ザ、ベスト、ラッパー、ザ、まあ、いや、わからねー。まあ、一例ですよ。あ、通りますよね。いいんうん、俺これ一番簡単なやつで書いたから。じゃあ俺は丸かな。まあ意味が結構通ってるやつもありましたが、うん、まあ割とみんな三角かなっていう感じ、うん、で、じゃあちょっとこれどうなんっていうのいきますね、はい。まず過去一、和訳しなさい。作、はい、あなたはすることやること狂ってる。でも近くない？近くない？え、まあ近いね。まあ私は狂わす、これはさ、うん、まあ恋を私がしましたってことじゃん、うん、言っちゃえば、うん、じゃなる。だからちょっと俺が思うのは、若い時にちょっと不良とかヤンキーに憧れる、なんかかっこいいなと思う人いるじゃないですか。じゃあ女子がさ、シャルフさん。いや俺も得意よ。 You got me going crazy。え、あなたは、はい、頭のおかしい方向に向かってた。注意関係やないか。医師や。注意関係やないか。医者してやってたの。医者してんだね。危ないよみたいな、うん、気をつけなね、はい、ドクターストップや。医者友達してんだ。ちょっとおかしくなってきてんじゃないの。ちょっと変だよみたいな。あ、じゃあシャル君的には今までエブリで歌ってた時はみんなに気をつけるよって言って。そうなんか危ない、そういうなんか危ない不良みたいなとことかに行かないようにねみたいな。あ、そういうことだな。あ、はいはいはい、あ、じゃあ注意喚起しながらこれやってたんだろうね。あ、いいわね。気をつけなね。なるほどなるほど。そういう意味なんですよ。じゃあ過去に行きましょうか、はい。じゃあ続いてシャルフさんね。
連続やん。まあ、あでも近かったって思うけど、伝わるんだよな。ゆうや、うん、いいね、いいぞ、おいいね、ナンバーワン、おいいね、あね、ワールド、まあ、ここちょっと A になっちゃったら惜しいなって感じなんですけど、ね、ワールド、まあ、でも三角ぐらいじゃん、うん、ラバラバー、ラバー、インド人やラバー、ラバー、ね、惜しいね、ラバー、まあでもフィーリングですね、惜しいな。というわけで、ガチな方、竹取りの沖縄という竹取り物語、イカやタコは1杯、2杯と数えたのが、レバー、タラコは、はい、ふさふさふさ